三雲松阪線西町バスと空港アクセス三雲松阪コミュニティバスは三重県松阪市で運行していたコミュニティバスである2010年6月のダイヤ改正により空港アクセス線と三雲松阪線に分離した運行は空港アクセス三雲松阪コミュニティバスに引き続き三重交通松阪営業所が行う空港アクセス 三雲松阪コミュニティバスは2006年12月20日に松阪港と中部国際空港を結ぶ松阪ベルラインの就航に合わせて運行を開始した。かつてほぼ同ルートで30交通バス32系統、81系統が運行されていたことがある。2010年6月1日に時刻表改正が行われ、空港アクセス線と三雲松阪線に分離したが、 引き続き乗り継ぎができるようになっている。2016年12月19日の高速線廃止に伴い、空港アクセス線は大口線に名称が変更され、終点が松坂港になった。2018年4月1日、ダイヤ改正により、三雲松坂線がベルタウン、ヨイホモールプラザスズケになる。2019年4月1日、ダイヤ改正によりそれぞれ、 鈴の音バス大口線、三雲松阪線になる。また、大口線は、再生海松坂総合病院に、三雲松阪線は、天白に乗り入れ開始これにより、天白で、三重交通バス31系統積三雲線と接続されるようになった。大口線三雲松阪線車両は、三重交通松坂営業所の3001号車が使用されている。 ありがとうございます。